皆様こんばんは、スプレーアーティストのサトシです。今日はですね、スプレーアート講座ではありません。惑星、皆さん教えましたよね。基本の惑星。スプレーアーティスト、プロのスプレーアーティストが、基本の惑星をがっつり描くと、どういう惑星になるか、どういう宇宙になるか。今日は、こんな感じを描いてみたいと思います。ぜひね、ゆっくりチャレンジしてみてくださいね。どうぞ。はい、皆様こんばんは。今日はですね、スプレーアート講座では、講座ではありません。基本の宇宙、基本の惑星を、プロのスプレーアーティストが、どんだけがっつり描けるかをやってみたいと思います。これ、今まで描いた技法を言うと、描ける技法になりますので、ぜひ真似をしてみてください。まだ初めはね、ここまでがっつりリアルにできないと思うんですけども、まあ、こういうね、ちょっとずつ練習して近づけていってくれたら嬉しいかなと思います。じゃあね、ちょっと描いていきます。よろしくお願いしますね。惑星が2つ。どうしましょうかね。まあ、せっかくなんでちょっと大きいわけですけど、中間のちっちゃい惑星になったからね。こんな感じで惑星を描いていきたいと思います。まあ、ね、ここで一応頑張っていきましょう。この状態で。で、そうですね、まず青。青を見ましょうかね。青、青の星。で、白。白を描いてみて。で、ちょっと張り分けるからね、今日はね、ビニール袋で。針がね、切れたんで、ビニール袋で、針の技法ね。ビニール袋でも、全然できますので。乾かしながらね、やっていきたいと思います。やっぱね、真剣に綺麗に描いていきたいんで。これみんなもう分かりますよね。柄をつけて、はい、惑星の柄をつけるやつですね。今日はこのね、描き方しか示せない。ただこの描き方でどこまでね、がっつり宇宙にできるか、惑星を綺麗に描けるかをやっていきますので。以前の動画でね、光の描き方とかも、ムービーに上げてますので。この光もね、入れていきたいと思います。今までのね、教室をね、講座見ると書けないことがないかなと思基本の惑星とかね、ピラミッドでも、まあ、真剣に描けば本当にね、一枚の立派なスプレーアートになりますので、まあ、時間をかけてゆっくり描くのも、まあ、スプレーアートですから、ぜひね、ゆっくり時間かけてやってみてくださいね。早く描くのがスプレーアートじゃないですよね。まあ、勘違いするんですけども、ゆっくり描いてもスプレーアート。早く描いてもスプレーアート。早く描けばね、このままスプレーアートですね、お客さんに映るアートになりますので、これはもう、お客さんに見えますね。やりましょうね。楽しくやればいい絵が絶対描けますので。
なぜか綺麗ですね。丸の方、この惑星カードにね、またもう一個おまけの惑星の掛け方ありましたね。この切り抜きの丸使います。光でね、光が当たってる方向だけを白に。で、こんな感じですね。はい、じゃあですね、これゲットのプレアーティスト初歩の惑星宇宙を真剣に描いてみる。ぜひね、チャレンジしてみてくださいね。やり方はね、普通の惑星のやり方と変わりません。ただ、ちょっとゆっくり描いて乾かしながら、かぶとをこうやって綺麗に描けますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。あと、チャンネル登録、質問、お問い合わせ、全然、よろしくお願いします。チャンネル登録してね。チャンネル登録よろしくお願いします。あと、質問もね、全然どしどししてください。じゃあ、皆さん、ありがとうございました。ありがとう。